それでは本日ご披露いただく演目、人倫のあらすじご紹介いたします。体に翼があり天空を自由自在に駆け巡る神通自在の人倫という悪い鬼がおりました。この人倫は手下を数万騎従えて日本を征服しようと目論み攻め込んできました。これを討つため多羅氏中津彦の帝忠愛天皇は従者の高麻呂と共に対決に向かいます。人倫は子鬼を従えて飛来し、命が惜しければこの国を譲って早々に立ち去れというが、不思議な霊力を発揮するという弓矢を武器に、この恐るべき人倫を見事征伐するという物語です。登場する鬼は神楽では珍しく女の鬼だと言われ、顎の長い凄みのある面を使います。また着ている打ち掛けは金糸銀糸の刺繍で、生き物が彩られ禁断たる衣装も見事なものです。衣装にもご注目ください。それでは伊賀和志神楽団の皆様方によります人倫、どうぞお楽しみください。